どうもトラブルなんかないですか最近。今回なんですけど、 iPad 急に音が出なくなったっていう時の解決系の動画です。必ずしも解決するとは限りません。当たり前なんですけども、 iPad とかこういうスマホとかタブレット系って意外とちょっとしたことで治ったりとか治っちゃったりとかっていうことがあるんですよ。今回はね、その直し方に対したことやってないのに急に治ったりとかあったりするんですけども、今回はその直し方について解決法、まとめました。分かる限り自分がやって解決したことある方法もひっくるめて、まとめてみました。で、自分の場合経験のあることなんですけども、イヤホンからしか音が聞こえない。どういうことかっていうと、イヤホンはしてるんだけどイヤホンを抜いた場合音が聞こえないっていうことが起こりました。自分の場合ですけども、結論は音が出なかったんですけども、アプリを再起動してみたら、治りました。アプリを一旦落としてもう一回立ち上げたら治っちゃいました。現象としてはイヤホンで音は聞こえるんです。本体がダメっていう状態ですね。再起動で解決したんですけども、これからシェアする内容でどうしても治らない場合は、修理買い替え、比較的新しい端末であれば交換とかも、初期疲労とかやったらね、交換とかもできるんで、それを利用して解決しましょう。とりあえず修理とか買い替えとか、交換してもらう前にそのチェックすること10個をシェアしたいと思います。まずね、どういうことをやるのか。その1、まずね、確認すること。イヤホン自体が壊れてないか。イヤホンあると思うんですけども、イヤホン見てもらって断線してないかと、端子がどっか折れてないかというのを確認しましょう。抜いたらね、音を普通にしたよ状態の時があると思うんで、一応これを確認しましょう。2番、イヤホンジャックが詰まっていないか。この中がね、詰まってないか。最近のやったらこっちにイヤホンを挿すケースもあると思うんで、ライトニング、その場合は両方とも確認してみましょう。直す時のポイントとしては、ティッシュを丸めて奥をほじってみるとか。3番目、イヤホン抜き差し。接触が単純に悪くて音が出ないっていうこともあり得るんで、抜き差ししてみましょう。4番目、カメラのシャッターを鳴らしてみる。案外ね、音が、本体イヤホンはしてて音は鳴るんだけど抜いても音が鳴らないとかっていう場合はカメラのシャッター鳴らしてみる。案外これでね、音鳴らしたらね、音が急に出ることがあるっていうことも起こり得ます。嘘のような本当の話です。なんかね、音がね、一時的に本体がバグってて、シャッターの音を鳴らすことによって治るっていうことがあります。5番目、着信音を変更してみる。着信音を変更してみるっていうのは、設定を開いてもらって、これだったらどこだ？サウンドで、これのね、こういう感じで、とりあえず着信音を鳴らしてみる。変更してみる。っていうことをすると、案外ね、あっさり音が出るようになったりとかもします。6番目、Bluetooth が繋がってないか。Bluetooth が自分が、知らない間に繋がっているとかする場合に、起こり得るかなと思うんですけど、そういう場合は、一応 Bluetooth 設定で Bluetooth 開いてみて、オンオフしてみて、Bluetooth の設定確認するときに繋がってたら、繋がってる Bluetooth が表示されると思うんで、ね、Bluetooth を一回オフにしてみましょう。案外ね、こういう単純なことでね、音が出なかったっていうケースもあります。7番目、iPad がミュートになっていないか。よくあることなんですけども、iPad 自体の本体の設定、でこれ自体が完全にミュート状態になってるっていうことが起こり得ます。8番目、これが自分で先ほどの具体的に起こった事例で解決した方法なんですけども、アプリを再起動してみる。イヤホンジャックは入ってて抜いて音が出ない。音が出ないんだけど、アプリのは音が出ていることになっている。ミュートとかされてるっていうこともなく、アプリを再起動してみましょう。続いて9番目、本体の再起動です。iPad 自体、本体自体がバグ起こしていて、音が出ないケースがあります。その場合は、電源を一回落とします。やってみましょう。スリープボタンずっと押してたら、これが出てくるんで、これでスライドして、電源オフにします。もう一個、ここのスリープボタンと、それからホームボタン。これを同時に押します。そしたらね、リンゴマークが出て、再起動されます。強制再起動はこのやり方です。普通の再起動の場合は、この、スリープボタン。スリープボタンだけ押して、先ほどのように電源を切ります。で、電源入れ直します。そして10番目。10番目というか、もう番外編なんですけど、iPad でもいろいろ種類があって、今使われてる方はほとんどいないと思うんですけど、古いタイプだと、ここにマナーボタンが
ついてる iPad が存在します。その場合はそのマナーモードをオンオフしてみる。これで直るケースがあるようです。っていう感じで以上ね、番外編も入れて10個、解決法を、シェアしてみました。でこれら10項目どれをやってもダメな時、先ほども言いましたけども、修理に出す、そして本体買い替え、またはこちら書いてないですけど交換する、まあ、新品であれば交換してくれます。あとはあのアップルケアで状況によったら交換してくれると思います。以上がまあとりあえず解決法です。とりあえず他にもあった自分の事例なんですけども、それもシェアしておきたいと思います。他にあったトラブル、はい、イヤホンしてるんですけども音がしない、 iPad からも音が出ないっていうことがありました。これなんですけどどうなったのかというと、イヤホンから音が出なくて iPad からも音が出ない、ちょっと水に濡れちゃったんですよね、イヤホンが。ほんでイヤホン穴が水ちょっと入っちゃって、ほんで調子悪くて、ほんで本体からも音が出ない。とりあえず軽く入っただけなんで本体に水濡れてないんですけども、濡れてないとは言うのも音が出ないですよ。何をやったかって言ったら、カメラのシャッター、それから本体のミュートのオンオフをやって、やったらね音が出るように戻りました。以上、音声トラブルに関してシェアしてみました。修理に関してはもう最後の、手段だったと思いますんで、修理とか、買い替えする前に一度ね、今回の10の項目、チェックしてみてはいかがでしょうか。案外ね、iOS とか iPadOS に関しては、案外ね、単純なことでない。治っちゃったりとかもするケースもあるんで、一度ね、試してから修理に出されることをおすすめします。はい、いかがだったでしょうか。iPad から音が出ない。今回は解決法まとめ、10個、シェアしてみました。とりあえずね、修理とか交換出す前に、ぜひね、同じような現象になっちゃった方は、お試しください。現場からは以上です。